はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。というわけで今回も、ベイブレード紹介していきたいと思います。じゃあちょっとレウスさん、ちょっとリオレウスさん、ちょっとミノボロスのカスタマイズをしたディアブロス持ってきてください。お願いします。はい、ありがとうございます。どうもね、はい、話してね、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、早速ね、このディアブロス装備、装備じゃねえ、まあ装備でいいやディアブロス装備ですね。はい、砂漠をイメージして、ディアブロスのあの茶色をイメージした感じで、そしてやつのね、角をちゃんと2本再現できている、素晴らしい、もうなんて、もうディアブロスのために作られたベイブレードみたいな、まあそんな感じのレイヤーですよね。はい、というわけで早速ね、このディアブロスを暴れさせていきたいと思います。じゃあ一回最初普通に回してみようか。いきまーす、3、2、1、人狩り行こうぜ狩られる側だかんねハンターに狩られる側だかんねあー、でもなかなかあれですね、いい感じに回ってくれますね、結構安定だね。まああれだよね、あの砂の中に潜って敵を見つけてドカーンと来るので、まあね、落ち着いてると見せかけて敵を見つけてポンと当たったらいきなりバーンと行く感じだと思うんですよ。すいませんね、擬音だらけで。じゃあ早速ね、わかりやすく、またこいつを使ってやっていきたいと思います。よいしょ、じゃあこいつ先行でいきます。3、2、1、ゴーシュ、いけディアブロス、おお、スピンフィニッシュで勝つか、素晴らしいね。相手さ、鉄の軸先なんだよ。これは摩擦を少なくするために超持久型と言われているんですが、まあ超ってわけじゃないけどね、まあ持久型、防御型って言われてるかな、摩擦を減らすためにプラスチックじゃなくて鉄にしているんですよ。なので結構耐えるはずなんですが、普通にスピンフィニッシュでディアブロスが勝ちました。素晴らしいですね。ちょっともう一回やりましょう。よいしょバーストしてほしいな。3、2、1、ゴーシュ、さあ人狩り行こうぜ、おーおい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 、砂から出てきたのかな、今砂からポーンって出てきたのかな、君ね、砂漠から出てきたんかい君はいやー、でもいい再現度だと思いますね、今のは。結構ちゃんとバーストもしてくれましたしね、素晴らしいですね。自分で作って何が素晴らしいで、自画自賛はい、それではね、早速ね、いつものタイムを測っていきたいと思います。ではディアブロスのねタイムをいきましょう。1分回ってくれたら嬉しいかな、1分10秒欲しいな。3、2、1、ゴーシュ、まああれですね、僕結構ね、モンスターハンターというものはですね、結構昔からやっていまして、モンスターハンターのほんと初代、一番最初に出たあのプレステーション2のあれから始めて、で終わったのが3DS になってからやめたんだよね。うん、 Wii U までもやったけど、セカジサードお前早いな、意外と早いな、お前意外と早いな、時給ねえな、お前なんでさっきポンポン勝ったの、1分いかねえぞこれ、50いってほしい、50いけ、よしいった、おお、まだいくか、おお、まだ粘る、まだ粘る、角が折れてもまだね生きてるみたいな感じ、はい、オッケー、58秒、そして1秒押すの遅れたとして59秒、まあもうちょい持ったとしても1分ですね。というわけでね、まあまあ1分前後回るものなんじゃないかと。で敵をバーストさせるほど防御型だけどカウンターが結構強いという感じですかね。はい、というわけで皆様もね、よかったらディアブロス装備作ってみてはいかがでしょうか。
これもね、ランダムレイ、ん？ランダム、あ、ランダムじゃない、超改造セットについてくるやつなので、ちょっとお高いですが、まぁ、ちょっと今は手に入りにくいかな。はい、というわけでね、じゃあここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。